著名天皇、飛鳥時代の人物、離脱天皇の孫で、天智天皇、天武天皇の父、628年に、末子天皇が、崩御すると、山城の上の王と、大君を争う。軍臣たちが、どちらを支援するかで、割れる中、蘇我の江氏の、指示のもと、大君に即位、政治の実権は、蘇我の江氏に握られており、目立った実績は、見られないが、第1回の、遣唐使の派遣が、規定中に行われた。遣唐使の、帰国の際、新羅の使者も、同行していることから、新羅経由で、唐に向かったと考えられる。また、新羅や唐と敵対していた、百済、高句麗とも、外交関係は良好で、特に、百済との記録が、見られる。641年に、著名天皇が没すると、皇后の、宝の姫巫子が、即位。これが、皇極天皇。第一王子の、古人の上の巫子が、まだ若かったため、中継ぎとして、即位したと、見られる。643年、蘇我のイルカが、上部王家を、滅ぼした際、次期王君として、古人の上の巫子が、擁立されたが、645年、一子の変で、蘇我本宗家が、滅び、後ろ盾を、失うと、吉野に、引退。しかし、謀反の疑いで、殺害されてしまう。蘇我氏に擁立された、古人の上の巫子も、排除されたと考えられる。再生リストの動画も見てね。長くて短くて。